皆さんこんにちは、シジローです。今回はパランティア2021年度フォースクォーター決算について紹介していきます。この動画ではパランティア2021年度フォースクォーター決算概要、今後の展望、シジローの所感について紹介していきます。先に自己紹介をいたします。シジローの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の優良個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンサ会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いてますので、よかったらご覧ください。パランティア2021年度フォースクォーター決算概要を紹介します。 EPS はアナリスト予想よりも下、売上高ガイダンスは上、売上高前年同期比プラス 34.4% でした。決算フォースクォーター続けていきます。新規顧客数は34社、商業収益は YOY プラス 47%、 政府収益は YOY プラス 26%、 営業キャッシュフローは93ミリオンで全体収益の 22%、 フリーキャッシュフローは104ミリオンで全体収益の 24%、 100万ドル以上の取引数は64件で、そのうち500万ドル以上が27件、1000万ドル以上が19件。またカンファレンスコールは形式が大きく省かれた上に内容は特にありませんでした。パランティアの売上高推移を確認していきます。クォーター2クォーターの成長率はプラスの 10.4%、 YOY の成長率はプラスの 34% です。今期は商業関連の売上高が伸びやすい時期でしたが、大きな成長にはなりませんでした。成長率もだんだんと鈍化しており、バリエーションには注意が必要です。次にパランティアの売上高及びガイダンスの推移を確認します。ガイダンス傾向はやや上振れする傾向がありますが、乖離率が低くなっています。来期ガイダンスはクォーター2クォーターの成長率はプラスの 2.34%、YOY 成長率はプラスの 29.8% です。見込みは今期より低い YOY プラス 33% です。1年間のチャートも確認します。金利環境の変化及び前回決算数字より下落しています。バリエーションを低くします。パランティアのバリエーションは BSR15.8 倍、成長率はプラスの 36% です。他銘柄と同じく金利環境の変化に伴い、バリエーションは現在使いづらいです。また本決算において決算が良好の銘柄と比較することは難しくなってきました。結論です。パランティアの決算は悪かったです。特にカンファレンスコールの質の低さには驚きを隠せませんでした。見通し及び財務に関する説明は皆無で、アナリストの参加もほとんどありませんでした。注目度が低く、決算数字も上がってこないので、現在投資で儲かる見込みは低いです。また、金利環境の変化も逆風になるため、現在入れる要素はありませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、シジローでした。また見てください。